バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイ、サウンドプロデュースでお世話になってる石井を今夜もゲストっぽくお迎えしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そろそろゲストに昇格させてください。無理です、はい、ではですね、今日早速なんですけれども、初の試みリクエストいただきました曲をね、石井さんのギターと歌でもうこのまま生演奏ね、生歌唱しちゃいましょうということで、いいですか。はい、はい、なんかさ、あの返事を声じゃなくてギターでしていただくと芸人さんっぽいですね。んあ、イッシーってやってください、ね、ギターで。そうそう、よくねライブではしてますけれどもイッシーうるさいな。はい、では、皆さん、私の曲のダイアリーという曲をですねリクエストいただきましたので、今日はイッシーと仲良くお届けしたいと思います。受け止めてください。ダイアリー。ラン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 、ワン、ツー、スリー。悲しくなるわけなんて一つもないのに、心をそう今魔法のような時間は過ぎて振り返り、考える、おろしたての靴で追いかけてたの、まばゆい光る未来の姿を、焦った写真の少女はこっちを向いて笑う。ページめくる指が震え、涙がこぼれぬ、愛しい過ごした時間と思い出たち、今ここで一つになる、私を作るの。ダイアリーお届けしました。ではですね、いただいたメッセージをお読みしたいと思います。ようこさん、スタッフの皆さん、初中お見舞い申し上げます。あなたのカズさんです。先週はしのんちゃんと一緒のトーク、とても楽しかったですよ。しのんちゃんが可愛すぎて微笑ましくて、ずっと顔が緩みっぱなしでした。これからは毎週出てほしいな。そうそう、しのんちゃんは吹奏楽部なのですか。実は私の娘も吹奏楽部でテナーサックスをやっていました。彼女は私と同じで音楽が大好きなのですが、中学の時は演劇部だったので、高校に入ってから吹奏楽をやるなんて思ってもみませんでした。だって彼女は楽譜が読めないんです。私が子供の頃ピアノを習っていたので、娘が小さい時にピアノを教えてみたのですが、親子だとわがままが出てしまうのでしょうか、それとも私が無理にさせようとしたからなのかな。すぐに飽きてやめてしまいました。でも驚くことに、彼女は私にはない絶対音感の持ち主なのです。一度聴いた曲とかをピアノで弾いてよく驚かされたものです。だから楽譜を読めなくて苦労はしていたようだけど、耳で曲を覚えて頑張っていたようです。私も彼女たちの演奏会、発表会には喜んで聴きに行っていました。だからしのんちゃんも自分も楽しんで、ママも楽しませてあげてくださいね。話がまた長くなってしまいました。リクエストはダイアリーをお願いします。毎日30度超えの暑い日が続きますが、ようこさん、スタッフの皆さん、体調に気をつけてお過ごしくださいませ。ではごきげんよう。あなたのカズさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日の石井さんとのダイアリーはいかがでしたか。
石井さん素敵な演奏ありがとうございました。ありがとうございました。カズさんもいつもありがとうございます。今日はワンコーラスだったんですが、お楽しみいただけたでしょうか。なんか石井さんいつもになく優しいですね、カズさんに。いや僕はいつでも優しいですよいいですね、やっぱりね、こうラジオ越しに、うん、キャッチボールができていいですね。いいですね。いいですね。やっぱさ、ライブだと10人とか20人とかそういうね、少人数の時もあれば何百人何千人っていう時もありますよ、キャッチボールの数がね、うんうん、まあなんかさ、こうライブの時にはこっちがしたい演奏とかなんか曲を決めたりしてるし、でお客さんが好き、あこの曲をライブに聴きに来たのに横歌詞間違えたとかもあるでしょうしさ、うん、なんかさ、こうラジオだとちゃんとちゃんとこう一人一人とこうやり取りができる感じがいいなと、ね、いいですね、うん、また今後もいいですか、続けて石井さんが、うんね、僕いる時はもう全然弾きますよ。いる時はっていうか石井さんが気が向いたらね、そう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 、気が向いてゲストっぽく現れてくれた、ゲストって言われたらもうたくさん弾いちゃおうかなと。いやいや、そこは皆さんのおかげで頑張りましょう、はい、ではですね、今日はこういう形で演奏をお届けしましたが、実は8月1日陽子は初めての鹿児島アリーナという場所でね、そう、石井さんの演奏とかアコースティックとかそういう生演奏ではなくてオケで久々歌ったんですけれども、うん、やっぱりね陽子の曲アレンジかっこいいなって思いました。ほら来た、うん、でね8月1日から私アイドルデビューしました。あら宣言しましたよね。ですです。そしたらさ、もうすごいのよ、その8月1日の模様をね、やっぱりこう行きたいけど行けないっていう方が多かったんです、やっぱりコロナの影響がありましてね、うん、でもちろん県外からいらっしゃるっていうことがやっぱり難しくて、そのねサザンミュージックフェスはですね、はい、県内外のアーティストさんが、まあ基本アイドルさんがね出られたんですけれども、鹿児島を代表しまして私陽子とあと宮井紀之さん、そして若松豪さんという先輩お二人の男性シンガーソングライターとですね、私たちは3人で出演する機会をいただいたのですが、このねシンガーだけやっぱりアイドルファンからしたらなんだお前たちってなるわけですよ、うんうん、でね先輩たちとリハの時から私たち新アイドルですみたいな感じで動画を SNS にアップしてみたりで、本番も私、若松豪さん宮井紀之さんの順番で歌ったんですけれども、最初アイドルの可愛い子ちゃんたちが出ていなくなった瞬間に一人で、まあ、どう見ても30代だろうというね、どう見てもアイドルにしてはオーバードルだろうみたいなオーバードルだろうみたいな陽子が来たわけですよ。そしたらさ、やっぱりみんな物販ってすごいでしょ、うん、アイドルって、うんうん、もういすごい力、もう偉大な力を持ってるじゃないですか、ね、物販すごい並んでましたね、ね、チェキ券とか、うん、写真撮りたいとか、うん、話をしたいとか、うん、もうさ、みんな1000円2000円払ってさ1分間とか2分間しか話せないでしょ、うん、好きなアイドルと、うん、陽子ずっと話せるよ、話せますね、ね、もうずっと写真撮らなくても話してるよ、みんなね話してますよ。アイドルってすごいですね。そうですよね、話すのにお金がいるんですよ。そうですよ、写真もねお金いるし、そうそうそう、私なんて写真撮られ放題ですよ、もう喋り放題ですよもうそれがね、なんかねやっぱり知ってはいたけど、彼女たちの魅力ってやっぱすごいなと思って、ね、尊敬しました、うんうん、素晴らしかった。そしてお客様にも感心しました、うん、やっぱりねなんていうの、熱、うん、お客様のファンの方の熱が彼女たちを支えてくれてるんだなと。そうだから8月1日からアイドルになった陽子もチェキ券をたまに発売してみたりわざわざ意味もなくタイマーを持って皆さんのお越しを物販コーナーでお待ちしてみたりしますんでね、ぜひ皆さんアイドルの陽子もよろしくお願いいたします。そういえばね、石井さん、私、はい、アイドルの曲だったら自分の曲よりなんか思い浮かぶ気がしました、うん、アイドルの曲ですか。そうそう、うん、なんかよくさ、私はタンタンタタンヘイタンタタンヘイだと思ったんですけど、うん、アイドル今違うね、うータンタンうータンタンなんですよ、うん、なんかいろいろあるもんね。そうそう、ね、だけど基本うータンタタとか、うん、なんかうーって最初なんですよ。もう私はリズムによりますけどね、昭和なのか、うん、タンタタンヘイとかだから、やっぱりさ、だけど
僕ら の, あの世代から言うとああいうの全部一緒アイドル昔も いろんなうーたんたんっていたんですか、うん、いろんなことやってたあそっかじゃあ回ってるってことか、うん、そうですそうですあまあでもあの陽子はとにかく私が言いたかったのはねその石井さんに反抗したかったわけではなくて、うん、陽子は自分の曲よりもアイドルの曲を作りたいっていうお願いですよ、うん、なんかね楽しそうだなと。いや提供ってかそんなおこがましい上から目線なことではございません、うん、勝手に妄想して作ってみたいなと思ったんですよなんかさシノンがうちのシノンってうちの娘なんですけれども、うん、そうそうカズさんからさメッセージいただいてた時に娘さんが絶対音感っておっしゃってましたよ、うん、絶対音感ってピアノとかギターでドレミファソラシドって弾いたらドレミファソラシドに聞こえるんですねで私はその絶対音感の方なんですけれどもドはドなんだけどどこから始まってもドが成り立つっていうのが相対音感なんですよね、うん、まあ結局カラオケで言うとどのキーでもすぐ歌えちゃう人が相対音感的な感じで元気にこだわる人は絶対音感みたいなところがありますねまあそういうのがまあカラオケで一般的に言うと分かりやすいかなっていう説明なんですけれども、まあ、絶対音感っていうのはどんな、うん、その辺の音とかガタって叩いても音をつけちゃいますね。そう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 、音階を。そうそうそう。それがね、そうなんですけれども、まあ細かく言うとまあキリがないんですけれどもね、うちの娘はどっちかって言ったらもうその相対音感なんか私とはまた違うわけですよ。で、それが私は昔はね相対音感じゃないから絶対音感の方が楽だと思ってたんだけど歌い手をする上では相対音感の方が楽だったりするんですよねだから楽器によって違うのかなって最近ねやっぱ歌の先生する時も思うんですけどなのでカズさんの娘さんは楽譜が読めなくても、まあ、絶対音感的な感じだから吹けるっていうのはそれはそれでいいことですよ、うん、ねめちゃくちゃいいことで私なんかはもう楽譜からのピアノなんていうのピアノをクラシックから始めたからもうドはドじゃないダメなんですよそれはそれでまた大変だけどいいこともいっぱいあるのね、うんうん、なのでまあそういう風にそうそう違いがあってねまた親子でも全く違いますからねうちもそうですし、うん、でまあ一番うちの娘と私が違うのはアイドルが好きか嫌いかっていう、うん、で私はアイドルになりたいけど彼女はアイドルが好きっていうね、うん、そうそうもう BTS とか嵐とかね、まあ、男性アイドルグループ大好きな中学校2年生ですからねそうですねそう石井さんはあれですかんアイドルになりたいとか思ったことあります一切ありませんじゃあアイドル好きだなっていう方の派でしたいやそれもないですそれもないですか、うん、あやじゃあもう生粋のギタリストなんですねまあ音楽自体は好きですよアイドルでもなんでも、うんうんうん、だけどそのアイドルとかそういう、ねうん、なんていうの分け隔てなくうんうんうん、誰が好きとかそういうのはないです。アイドルでもで例えばいいなって思う曲が、うんうん、例えばそのアイドルの人たちが歌ってたりとかもあるし、うんうん、曲先行なんですね、うん、アイドルも好きだけど曲がいいなと、うん、曲がやっぱり好きです、うん、なるほどやっぱ曲聴いちゃうんですね僕はもうそういう感じでずっと来たんですね、うん、歌詞とかより曲ですかいやいやいやもちろん歌詞も曲って僕の曲はもう歌詞も全部ひっくるめて一つですねですよね、うん、作曲家だからって言って曲だけを聴いてるってわけではないんですね、うんうんうん、では、皆さんちょっと音楽っぽいことミュージシャンっぽいことをお話ししましたが曲いきませんかそろそろ曲いきましょう曲いきましょう、うん、だいぶ話しましたね、うん、では夏っぽくて私は大好きなんですけれども人生の応援歌として作りました Believe お聴きくださいI'm not afraid to die.
という間にね、ラジオの時間は過ぎちゃいますね。過ぎちゃいますね。石井さんと真面目な話をするときとふざけ合うときと差が激しすぎて、うん、ラジオしながらいつもどっちか分かんないんですよ。大概僕は真面目ですよ。いやいや、石井さん聞こえてないふりしてあの仕方をしてるときあるじゃないですか。もうなんか、あ、今用語に突っ込んでもダメだなみたいな、あしらうときもありますよ。そうですか、うん、あの特に聞こえてないんじゃないですか。そうそう、聞こえてないふりをしてる気がするときが、うんうん、あのまあ、今ないけどさ、あのよくライブの後とかにミュージシャンたちと飲んでて、うん、あの話をしてた時に、うん、よくまた飲んで調子乗ってんなっていう時とかはなんか、あ、石井さん石井さんって言ってるのにみんなでもう聞いてないですもん。もう私たち、そうそうそう、たまにそういう時がねあります。まあそういう時はね、あの別に聞いてなくていいんですけど、うん、まあ大概真面目な話をしてる時も、あ、でもその時も聞いてないかもですね。ん、うん、まあ結局私の話を石井さん聞いてない。聞いてますよ。いやいや、いつも話が長いって怒られるだけですもん。あ、ということで皆さん、はい、今日最後の曲は、うん、サイという夏の歌をお届けしたいと思います。では石井さん曲振りどうぞ。ではサイ聞いてください。同じ場所に登る。
はい、サイをお聞きいただいておりますが石井さん曲紹介でサイをお聞きくださいって言いたかっただけですよね。そうです。あ、こんなにいい曲を自分のあまり技量のないダジャレの一つに増やさないでください。はい、では皆さんこのまま来週までずっと、ね、あのギノワンをお聞きくださいね。 FM ギノワン皆さん1週間お聞きいただいて、絶対来週もバニラスカイお聞きくださいね。絶対皆さん手を離さないで ね、お願いしますよ。バニラスカイはメッセージやリクエスト大募集しています。はい、宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。では皆さん来週はどんな曲を石井さんとお届けできるか楽しみにしてますので、リクエスト曲募集しておりますよ。お待ちしております。まあ、もしかしたら石井さん調子に乗るもんだっていう名言がありますから、調子は乗るもんだというね、うん、そうそう、なのであの2曲ぐらい演奏してくださるかもしれませんので、ね、もしかしたら、ね、ミニライブになるかもしれませんよ。私たちの MC は聞きたくないという方はですね、もう歌ってくださいと、そうそうそう、いいから喋るな、歌え、うん、というふうにね、石井はギター弾いとけ、そうそうそう特にまたあのうちのお母さんに怒られるかもしれませんが、うちの母からね、もういい加減よこう喋るなって言われるかもしれませんまあその時は遠慮なくあのライブをしろとアドバイスください。母ちゃん、はい、お願いいたします。そしてシナン来週は登場してくれるかもしれませんので、カズさんお楽しみに、皆さんお楽しみに。では今週も皆さん1週間とってもハッピーでいてくださいね。では一緒にバイバイハッピー。